絵画の詩人クレー、その創造の軌跡をたどります。人が何かを描くという行為は本能に近いものだと言います。何かを見てその形を真似するのではなく、ただ衝動の赴くままにチョークを動かす。自分の手の動きが線という痕跡を生み出すことの面白さ。その喜びが何かを形にしていこうとするのです。子供の絵、それが絵画の原点だと感じていた一人の画家がいました。パウル・クレー、線の詩人、色彩の音楽家と呼ばれた人です。彼を支えたのは27歳の時に結婚した妻のリリーです。生活費はピアノ教師だった彼女が稼いだのです。その代わりクレーは家事の一切を引き受けました。炊事、掃除、洗濯、主婦の生活。子供が生まれると子育てにも励みました。クレーはその詳細な育児日記を残しています。体重の記録や日々のトピックス、歯の生え具合、風邪で発熱した時は体温のグラフも作りました。そんな生活に苛立ちを覚えることもあります。忙しい日々の合間を縫って素描を続けていたクレーは自分の線を探していました。そして一つの啓示を受けたのです。あまりにも身近な存在から。それは息子の描く絵でした。色にも形にも縛られない自由な世界。やがてクレーは自分の子供時代を振り返り始めるのです。我が人生の絵の原点を。目に見えるものを再現するのではなく、見えないものを目に見えるようにする。クレーの線はにわかに輝きを帯びていきます。詩人のように、科学者のように、時には音楽家のように。線を散歩に連れていく。線が絵になる時はいつなのか。輪郭はどこまで単純にできるのか。一本の線が持つ無限大の宇宙。1928年の暮れから29年にかけて、クレーは50歳の記念にかねてからの憧れの国エジプトへ一人で旅立ちました。このエジプト旅行はクレーに新たな次元を開く体験をもたらします。クレーはエジプトの雄大な自然と4000年以上前に人類が築いた偉大な文明に深い感銘を受けます。死者の復活、魂の永遠を信じて作られたピラミッド。砂漠に築かれた巨大な神殿。クレーが身をもって体験したものは無限の空間と悠久の時間が生み出した造形でした。クレーはエジプトで現実を超えた彼岸の世界への憧れを深めたのです。クレーは今までにない大きな作品。この絵は
1929年のエジプト旅行のほんの数年後に描かれており、ピラミッドがこの絵において重要な役割を果たしています。画面の下の方には門のようなものが描かれています。この門は絵を解釈する上で重要な鍵となるものです。これは死者の世界への入り口とも、彼方の世界への入り口とも言われています。私が思うには、山の内部はクレイの発見した無限の精神世界を表しており、その芸術の創造する世界を通って見る者を精神のさらなる高みへと導くのです。ベルン美術館のクレイの絵の前にはいつも椅子が一つ用意されています。パルナソス山はギリシャ神話に登場する山です。アポロンとミューズが集う芸術のシンボル。画家は絵の成長を待つようにゆっくり描きました。千の歌が、色彩の音が聞こえてきます。目に見えるものを再現するのではなく、見えないものを目に見えるようにする。その時、20世紀の新しい絵画は産声を上げたのです。パルナッソス山へ、パウル・クレイの一枚。